皆さんこんにちは。こんにちは。今回は芋焼酎の芋の品種別の飲み比べというのをやってみたいと思います、はい、というわけで3種類そうですね親方に持ってきてもらいましたけど、はい、今回、用意させていただいたのが鹿児島県の田崎酒造さんで作られている七夕ですね。黄金千貫で作られていますね。黄金千貫、はい、はい。次がこちらですね、宮崎県の霧島酒造さんで作られている茜霧島、こちらは玉茜で作られている焼酎ですね、はい、はい。で3番目がこちら熊本県の草のつゆさんで作られている紅福です、はい、こちらは紅はるかで作られている3種類の原料芋の違いの焼酎をご用意しましたので、ぜひとも違いを飲み比べてみましょうか。はい、じゃあ早速こちら七夕の方からそうですね、はい、はい、いただいてみたいと思います、はい。では今日も64の水割りで、あ、そうですね、濃いめの水割りでぜひ味わってみたいなと思いますね。はい、ではいただきます。やっぱ美味しいですね。美味しいですね。すごくスタンダードな味わいですね。そうですね、ザ芋焼酎みたいですね。この黄金千貫なんですけど、芋焼酎全体の約9割に使われている原料芋なんですね、はい、なのでまあ比較的ね、どの蔵元さんでも使われている。そうですね、芋の香りも十分もう甘くね感じられますし、この七夕ちょっと白麹で仕込まれている焼酎なので、芋の甘さもありつつも、後口はもうドライな感じですね。すっきりとすっきりしてますね、うん、飲みやすいですよね。原料の芋の風味がそのままダイレクトに伝わってきますんで、芋っぽさというか素朴な感じも、うん、そうですね、はい、まあ、芋臭すぎずすっきり飲めますね。先ほどもね言ってに9割以上このね黄金千貫が作られているので、やっぱり焼酎作りに適している芋ですよね、はい、雑味がないですもんね。綺麗な仕上がりになってますんでね、飲み焼きしないタイプのお芋ですね。そうですね、はい、この黄金千貫、黄金の数字の線に貫くって書いて、はい、黄金千貫っていうんですけども、お芋の皮、はい、それからまあ実、綺麗な黄金色なんですね。それとあと、まあ、この黄金千貫なんですけど、1966年に製品登録改良されて登録されてるんですけども、一つの株からたくさんもう収穫量が取れると。で千貫っていうと大体今で言うと4トンくらいの数字になるんですけど、大量ですね。そうですね、まあ、1つの株からね、はい、4トンは取れないんですけども、はい、まあ、それだけたくさん取れますよということで、はい、黄金千貫っていう名前が付けられてるんですよね。じゃあまあその芋焼酎の9割っていう、まあ、たくさん作るに適してる品種ってことなんですね、この黄金千貫ね、焼酎用に主に作られてますけども、まあ、結構栗のようなホクホクした甘さであったりとか、うん、滑らかな舌触りってこともあって、ふかしてもこれ美味しく食べられるお芋なんですよね。今回赤根になってますけど、まあ、白霧島とか砂糖とか、まあ、そういった多くの焼酎に使われている人気の原料芋ですね。はい、では次、そうですね、赤根霧島の方を飲んでみましょう、はい、そうですね。はい、では早速いただいてみましょう。はい、そうですね。はい、いただきましょうか。いただきます。はい、いただきます。これはこれでまた美味しいですね。そうですね、とっても飲みやすい、うん、そうですね。近づけた瞬間に先ほどの黄金千貫とまた違ったフルーティーですね。そうですね、柑橘系を思わせるような爽やかな芋焼酎ですね。ちょっとその甘い感じも強い感じがしますね。飲んだら飲んだで柑橘系の香りからちょっとこうトロピカルなフルーツをちょっとこう思わせるような、ちょっとパイナップルとかね、なんか思わせるようなジューシーな感じ。そうですね、はい、甘みを感じますね。軽いですよね、どっしりとした黄金千貫よりも。そうですね、やっぱり芋っぽさっていうのがありましたけど、うん、芋臭いっていう感じはほとんどないなくなりましたね。ですね、うん、はい、黒麹とか使ったりするとどうしてもこうどっしりとした甘さが強調される仕上がりになりますけどもね、この玉茜使うことによってこうすごい軽くてフルーティーで、そうですね、どちらかというと女性の方にもね口当たり飲みやすくなるんじゃないですかね、うん、そうですね、人気が出そうですね、うん、そうですね。使われている玉茜なんですけども、はい、2010年に品種登録された、最近ですね。そうです、本当最近ですね、はい、黄金千貫よりも収穫量が高い、もっとできる、もっとできるですね、うん、あと貯蔵性もすごい優れて
ているということなので、ここ最近ですね、各社この玉茜を使った焼酎っていうのが開発されてきていて、はい、この後やっぱりそういった原料の調達っていうのかな、そういうところに関してはどんどんこの後商品化されていく注目のお芋なんじゃないですかね。どんな銘柄が今、例えば関戸場でもこの玉茜使ったのが出てきたりとか、あと宝山、あと無月も出てますけどもね、はい、ここ最近どんどんこの玉茜を使った焼酎がね出てきてますんでね、注目のお芋ですね。本当すごい軽やかで美味しいですね。そうですね、人気が出る理由が分かりますね、うん、そうですね。では最後紅福の方をいただいてみましょう、はい、そうですね、はい、はい、それではいただきます。そうですね、はい、いただきましょうか。すごい甘やかですね。いい香りですね。すごくその安心感があるというか、ここでもう香りを嗅いだ瞬間に今までにない芋の甘みを感じますよね。なんかホッとするというか、かしたてとか焼きたてのそうですよ、ね、お芋の香りが今から食べるぞと、そうですね、この香りですよね。すごいですね、この甘い香りが。でまた飲んだら飲んだでね、その甘みが消えることなく、もう味わいとしても口の中にふわーって残りますよね。とっても飲みやすいですね。そうですね、この最初の2つもそうですけど、喉に突っかえることなく違和感なくスムーズにスーッとこう流れていきますよね、うん、そうですね、まろやかですね、まろやかですね、この紅福に使われているのが紅はるかなんですけども、はい、玉茜と同じように2010年に研修登録された、やっぱ新しい、まあ、少し味見た時に甘いってこうね第一印象あったと思うんですけども、非常にこう甘やかな感じが強いですね。そうですね、はい、まあ、それが特徴の本当お芋なんですけど、あんの芋ってあのよくねスイーツとか、そうですね、お菓子とかに使われる、そうですね、はい、はい、で一部ね焼酎作りにも使われているのがあるんですけども、あんの芋よりももう甘いですよね。もっと甘いですか。もっと甘いですね。すごいですね、はい、紅はるかなんですけども、蒸し上げると糖度が60度以上になるんですね。一般的なお芋っていうのは出て50って言われてるので、じゃあはるかに甘い、まあ、はるかに甘いですね。なのでもうはるかに甘い紅はるかっていう名前の由来ですよね、はい、うん、はい、紅はるかなんですけども、はい、まあ、いわゆる紅芋って言って皮が赤くて、はい、まあ、実が白くて、そうですね、うん、お芋なんですけども、石焼き芋とか、そうですね、まあ、そういうので想像される芋ですよね、はい、そうですね、実はさつまいも全体の 40% 以上が出てこういった紅芋なんですね。まあ、焼酎に使われるのもありますし、焼き芋だったりとかふかして食べて美味しいお芋で、よくスーパーとかね八百屋で見かけるのは、はい、でこういった系統のお芋ですかね。スーパーとかね並べられるってことはやっぱり甘さが人気の銘柄っていうことなので、まあ、こういった甘みがすごく際立つ焼酎が出来上がるのかなって思いますよね、はい、なるほど、はい、まあ、今回ねこういった3種類、はいはい、飲みましたけども、個性あふれる3種類の原料味わいが全然違いますね。そうですね、ただ実は焼酎作りに使われている原料のお芋さつまいもって、はい、もう40種類以上あるんですね、はい、でこのさつまいもなんですけども、名前からしてどうしてもね鹿児島が原産地なのかなと思われがちなんですけども、うん、実は祖先をたどっていくと南米のペルーがもう発祥の地というか、そしてが伝わってられてるんですよね。それで鹿児島に たどり着いてきた。そうですね、はい、霧島のご紹介しました玉茜なんですけども、うん、これなんかはアメリカ由来のさつまいもと掛け合わせて出来上がった。それでこう種類がたくさんいろいろ、そうなんですよね、品種改良されてるってことなんですね。まあそれでね、まあ、40種類以上あるっていうことなので、大体ね人気なのは本当上位20名ぐらいかもしれないですけども、はい、こういった原料のお芋によって味が違う、もうそれぞれね個性が溢れてますんで、それに今度麹だったりとか、はい、あと蒸留方法によっても本当もういろいろともう個性あふれる焼酎がね、うん、出来上がってきてますので、焼酎をこう選ぶ時っていうのを、はい、今まではね銘柄だけで選んだことも多いかと思いますけども、まあ、原料芋と、はい、あと蒸留方法麹、この組み合わせによって本当さまざまな個性あふれる味わいに仕上がってきますんで、はい、まあ、焼酎選ぶ楽しさ、それからこう飲む楽しさっていうのが今後ますますね増えてってくるんじゃないのかなって思いますんでね。そうですね、芋だけでも全然違いますもんね。そうですね、うん、はい、どんどんこの焼酎ライフっていうのを楽しんでいただきたいと思いますね。そうですね、はい、というわけで最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。よろしければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまた、さよなら。さよなら。酒の遊園地、さあ乾杯、みんなで乾杯、楽しい人生を。